マーケットでの買い物。買い物とは、品物を買うこと。ビジネス用語、業務用語などとしては、購買とも言う。特に、出かけて買い物をすることは、買い出しとも。またはその過程のことを言うこともある。買い物とは、品物を買うことである。貨幣と交換に、品物を手に入れることである。買い物は、様々な方法で行われる。買い手が店舗を訪れて行われる方法、業者が買い手の元を訪れて行われる方法、電話経由、最近ではインターネット経由で行われる方法などがある。計画的に行われる場合、様々な物品やその価格を比較した上で行われる場合もあれば、そうでない場合もある。購入する品物があらかじめ定まっておらず、たまたま目に留まった物品を購入することは、衝動買いという。ウィンドウショッピングをする女性たち。買い物は気晴らしや娯楽として行われることがある。店舗にある様々な商品を見て比較し、迷ったり、購入の決断をすることを楽しむ人がいるのである。特に店舗を巡って買い物をすることをウィンドウショッピングと呼ぶ。近所の店舗で購入される日常生活に用いる物品の買い物に関しては、楽しみで行われることは少ない。特に日用品ではないものを購入するときに、楽しみとしての買い物が行われる傾向がある。百貨店、ショッピングモールなどは買い物を楽しませるようにして、より多くのお金を使うように仕向ける工夫をしている。100円ショップなどでも、あらかじめ買うものを決めておらず、予想外にお得な品物を見つけることを楽しみに、買い物をする人もいる。自給自足経済の社会においては、生産者と消費者の一致が多く見られたため、家計における買い物の占める割合は低かった。したがって、商品を売却する商人たちの側から、行商や御用聞き、定期視などの形式で、購入希望者を探し求める形式が取られることが多かった。なお、定期視では、祭りなど人の集まる、宗教行事の延長でもあったものも少なくない。ただ自給自足でも社会の形成初期の段階で相互に所有する物品を交換し合ったり、自らの生活圏で得られない産品を購入することはあった。しかしその段階では購入したいものは明確であり、買い物のように一定範囲内の物品を襟好みするほどの余裕はそれほど存在していなかったと言えよう。後に都市が形成され、そこに大勢の住民が生活するようになると、社会が分業化するとともに全てを自分で生産する自給自足によって家計を賄うことが困難となり、外部の商人からの商品購入によって補われることになる。そこで常設の市場や商業地域が形成され、人々は消費者として必要とする商品を探索し、また、複数店舗に存在する場合には、商品の品質や価格の良し悪しを推量して商品を購入するようになった。ここにおいて、従来存在していた特定の商人と特定の消費者の人間関係に基づいた1対1の関係であったものが崩れていき、消費者が不特定多数の商人との関係を持って計画的な買い物を行うことになり、商人も不特定多数の消費者に向けて、販売を行うようになった。さらにその都市化や社会構造の組織化が進行する過程で産業や流通も変化を見せ、地域にはない産品が市場に流通し始めるようになり、従来の生存や生活に必要な物品のほか、娯楽や好奇心といった直接的には生活に必然性のないものが売買されるようになり、買い物を楽しむという様式も発生したと考えられる。今日では、セルフサービスのような買い物に際して売り込みなどの働きかけにせかされることもなく、心ゆくまで店頭で商品を吟味し、商品を選ぶ形態が主流であるが、さらには通信販売、カタログ販売に始まり電子商取引のような客が、商店に行かなくても買い物できる形態も盛んで、買い物客は様々な選択肢から、自分の望む性質を備えた商品を手に入れられるようになっている一方、商店、反社側では客に対して魅力的な商品を取り揃えて、客の興味を引くよう尽力している。ありがとうございます。